行基図とは、古式の日本地図。奈良時代の僧侶、行基が作ったとする説があるが、当時作成されたものは現存しておらず、真偽は不明。ただしこの図が、後々まで、日本地図の原型として用いられ、江戸時代中期に、長久保石水や井の唄だたかが現れる。以前の日本地図は、この行基図を元にしていたとされる。こうした日本地図を一括して、行基図。 行基式日本図、行基街道図と呼ぶ場合がある。作成年代による違いはあるが、基本的には、平安系のある山城国を中心として、諸国をたわらあるいは、卵状に表し、これを連ねることで、日本列島の大まかな輪郭を形成している。また、平安系から五季七道の街道が伸ばされて、すべての国とつなげられている。地図によっては、 国の軍の数や都の面積などを記しているものもある。行記図、村上官兵衛観光2枚の画像を合成左上に、第二本国図は、行記菩薩の図するところなりより始まる説明が記されている。現存する行記図には、行記菩薩作と記されているものが多いが、六国史や仏教史書では行記による地図作成については触れていない。また、最古の 行築図は、延暦24年に、下鴨神社に収められたものであるとされているが、現存しているものは、江戸時代の書者であり、内容も、明らかに延暦年間当時の状況の反映でない。そもそも行築が生きていた時代の、行築図が実在するならば、東亜大和国平城系にあったのだから、大和国を中心とした地図のはずであるが、こうした地図は見つかってはいない。このため、 本当に行基が地図を作ったのかを疑問視し、後世の人々が作者を行基に固くしたのが伝説化したものではないかとする見方もある。なお、中世に成立した経乱重要集に引用された行基菩薩記には行基が全国を回ったことで諸国の境界が定まって開墾が進み、行基がその結果を図にして日本を特この形で描いたことで仏法が栄えたとする。 伝承を載せている。前述のように最古の行記図とされているのは、延暦24年作成と伝えられているが、原図は、すでになく、現在伝わるものは、江戸時代の夕食古術研究家、藤手遺憾の写しのものであり、かつ、延暦24年の実情と不一致の過筆が見られる。第二三年に、三好吉目康が書いたものを原点として、鎌倉時代にまとめられたとされる。 日中歴や南北朝時代に当院金方により書かれたとされる十、悪多章にも行基図が添付されているが、書かれた当時のものは残っておらず、現存のものは室町時代以後のものである。現存死活、最古のものは鎌倉時代の下元三年の名がある京都仁和寺所蔵の日本図でありこちらは西日本の部分が欠けている。また、同時期に、 他の所有者の地図から転写されたと推定されている、照名寺所蔵のものであるがこちらは東日本の部分が欠けている。両者は大きく違い別系統に属すると考えられ、前者は典型的な行基図の定裁であるが、後者は現行以後の軍事的緊迫下にある、鎌倉近郊で用いられた事情を反映したものか、日本列島は竜らしき生物に囲まれてその外側に、東土、 猛虎などの海外の国々や岩道、羅折国などの空想上の国々が描かれている。東日本及び西日本が揃っているもので最古の、ものは14世紀中ば作と見られる、日本不創国の図があり、2018年6月16日に、広島県立歴史博物館が公表したものである。戦国時代の工事3年に描かれたとされる、南仙武蔵、大日本国政党図は、 日本地図の周辺の外枠に文明などの情報が記載されている。この図あるいは同一スタイルの地図が江戸時代の行記図の基本となっていく。また、この時代には屏風絵の背景などにも行記図が採用された。安土桃山時代の作とされる福井県小浜市発信時の屏風絵などがその代表作である。なお、室町時代以後に行記図が朝鮮半島や中国、 遠く、ヨーロッパまでも伝わって、日本地図を描くときの材料にされたと言われている。江戸時代に入ると、印刷技術の発達により大量印刷された、行基図が登場する。そのほとんどが、銃、悪多章あるいは、南仙ブス、大日本国政当時の系統を引く地図だが、社会の安定に伴う、交通の発達で、より実際の日本地図に近い地形が描かれるようになった。 慶安、女王、明歴年間に刊行された行記図が現在も残されている。だが、商法日本図刊行以後、交通手段や測量技術の発達などにより、より緻密な日本地図が作成、刊行されるようになり、行記図は実用利用、商業出版の場からは姿を消していった。もっとも、教育、芸術分野では、行記図が後々までに使われてきた。 文政年間の九谷焼きや天保年間の伊万里焼きなどに描かれた行傷付けの地図皿は日本国外にも輸出された。ありがとうございます。